おそ松さんのへそくり坊主ニートの工房。はい、こちらへそくり坊主なんですけども、ようやく来ましたよ。ヒピポ族と輝く果実からの新キャラ、新星のシリーズヒピポ族と輝く果実で、ボスに対する攻撃力が超究極に高い。ボスキラーなの？敵陣地に対する攻撃力が最強に高い。そこそこ吹っ飛ばされにくい。HP と攻撃力がかなり高い。所有スキル、所持スキル。対空か。じゃあ。対空だな、これ。これがおそ松から松で。刀と、パチと、で、これハンマーなんだよね。上隠れてるけど。で、バットでしょ、一松ちゃんは。で、十四松もバットなんだけど、こっちが金属バットで、こっちがね、おそらく木のバットですね。で、トッティは、これは、ガトリングかな。となっております。一応確認しますか。対空だね、対空だね。ボス、ハイパーボスキラーの空中、移動速度がちょっと遅いんだよな、少し。で、対空のアトラクションが欲しいところです。もう一個確定がちょっとあるんですけど、まあまずはステップ1だけでも引きましょう。あとは無料で引きます。一応優勝だけちょっとだけ入れましたので、だいぶ渋いです。これどこあたりかな。全部当たりだとは思うけども、あー、チャイナ服ですか。まあ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 、予定通りですね。この特定商取引に関するね、文言が追加されてます。なんかいろいろ厳しくなったんでしょう。ほら、顧問12条の6の各項目、これがね毎回出てくる。さあ、無償でございます。ためにためた無償でございます。まずは出だし、おー、チョロ松はだいぶ印象的だからな。特に赤塚村ね。ね、もう、はい、キラキラー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 って赤塚村でしたね。これチョロ松引き当てたいところではあるんですけどね。もうだいぶぶっ飛んでるからな。重心罰が止めるけどね。さあ、妖怪覚醒、ぬがみ、妖怪覚醒、はい、イカドロメにつき省略。赤塚村からの赤塚村。4年乾燥して、もうこれ以上使うかなんかしてくださいって言われて出せたら本当に泣くよ。来た！来たよ！来た！チョロ松、ヒピポ族と輝く果実。あら！あらー！ここ来た！あら、来てほしいところが来たよ。やった！むっちゃ引いたぞ。おー！さすがにここ来ないけど。
よーし来た、よーし来た。これはもう集会に入れとくか、とりあえず。ちょっと日にち短いな。でもポイントアップ代の日にちが8月5日だよ。これ収録日7月20日よ。え、たったのたったの1ヶ月もないの。延長してこいよこれ。というわけでまず火力見ましょう。チョロマツヒップ属と輝く果実の火力がこんな感じでございます。ドン。1699達レベル ×368 となっております。これはね、もともと敵陣地の攻撃力が高いからなんですけども、まあ高いねまあ高いんじゃないこれ。え、結構な火力出るけど、まあでも対空だからな。はい、ちっちゃチョロマツヒポ族と輝く果実。アニメヒポ族と輝く果実のチョロマツ、巨大な恐竜を前にして逃げずに戦い、今回の旅で自分たちは生まれ変わるんだと半前を抱えて飛びかかるが、がなんですよね。こうなるんですね。だけど違うんだよな、これ顔が。この顔が違うんですよ。これおそらくなんですけど、これね、キラキラーだと思うんですよ。あの物語のね、あのオープニング終わった後のしばらく歩いて、で俺たちはあの果実差しに来たって言ったら、果実のキラキラフルーツの流れのところで出たキラキラーキラキラーの時のチョロマツだと思うんです。じゃあボイスは、あ、やられだ。一丁やってやるか。これなんもなし。キラキラ欲しいねこれ欲しいよ、キラキラ欲しいんだけど、ボイスなんとかしていただけないでしょうかね。やっぱこうなっちゃう。ちゃんとコミットしてよね。ぶっちゃけ楽勝だったね。僕らの実力ってこんなもんだよね。やっぱここよね。やっぱやられはなんかキラキラ欲しい。あれ、押しも押されるようにピシーボイズになってる。あれ、チェズナツウォーズじゃないんだ。まあ、確かにこんな場面からスタートしましたけど、しましたけどよ。というわけで、今回新しいキャラ、シピボ族と輝く果実の、キャラ、むっちゃ無償回してなんとかチョロマツ一体引き当てました。ちょっと見えないんですけど。はい、キラキラー。ご唱和ください。キラキラー。